どうも、ネタヤです。ということで、今日なんですけど、あのうちのね、編集者のダンボ君がいて、はい、今日はなんかするらしいです。はい、それに従います。何でしょう、今日は。今日はですね、まあ、今日はというか、はい、最近、まあ、ショートで数学土文クイズやってるじゃないですか。あれ難しいよな。1より小さい、2より小さい。いや、あれ実は結構難しいんですよ。僕もよくね、クイズ番組とか見てたら、なんでこれわからんねやろとかね、思う時あるけど、やってる側は意外とやっぱね、わからんくなるんよね。やってますね、でも。あれは、まあ、うん、そんなに難しくないというか、頑張ればそれです。まだクリアしてない気がする。クリアしたっけ？あ、まあまあ、直感クイズみたいな。あ、そうです。なんか、丁寧に丁寧にというよりは、なんとなくこっちちゃうかみたいなことやってるもんね。はい。はい、タンジェント85度なんか、誰が知ってるんだじゃん。まあ、あれは知ってるって話やからな。とかはありますけど、はい、今回やっていきたい企画。はい。超難問、数学土木クイズ。おー、なるほど。あ、だからショーツを普通の日常企画に応用したということか。はい、なるほどなるほど。十択のドボンクイズ。十択ってやばくない？だって10個の中のドボン1つ、ドボンは2つです。あ、2つってことは残りの8個を連続で選んだらもう僕帰っていいってことですね、今日。はい、帰っていいってことです。オレンジなんやけど帰っていい、オレンジなんやけど僕がお邪魔してる。あ、なるほどなるほどなるほど。今回はそれを問題文にしてきました。あー、なるほど。値を求める系の問題が並んでて、まあ、何々より大きい小さいみたいなのをやるってことですか。そうです。え、ちなみに基準はどこなんですか。100より小さいものを選べです。制限時間は30分で。ってことは1問を概算3分で出していかんとダメってことよね。まあそうですね。紙使っていいんすか。いや、暗算です。きつ、暗算できる。それ結構難しくないですか。実際難しいとは思うんで、はい、ライフラインは用意しました。あ、なるほど。いや、それはいるよ、それは多分あった方がいい。はいはい。で、まあ、ライフラインは2個で1回あたり1問に。なるほどなるほど。ちなみにどんなライフラインですか。テレフォン。あ、テレフォン意味あったかな、それ。テレフォン、え、テレフォン何秒っすか。テレフォン時間制限なくていいんですか。テレフォンは時間制限なくていい。30分は止まらないっていう。ああ、そういうことね。ってことは1問目でも使って計算させた方がいいんじゃない、暇なやつに。なるほどこれ計算しといてって。で、まあもう一つは紙とペンの使用か。あ、なるほど。あ、なるほどなるほど。わかりました。クリアしたらどうなんの、これ。クリアしたら嬉しい。嬉しい。いや、嬉しい。そりゃそう、みんなそう。クリアせんかったら、もしドボンを引いてしまったら1ドボンにつき21キロ。は？21キログラム ?21 キロメートル?21キロメートルです。何21キロメートル。まあ、あの、念願さん最近健康診断の結果が悪いと。めちゃくちゃ悪いっす。これ日電では言うのは初めてやけど、僕要精密検査で、まあ、多分ね、脂肪を落とせってことですわ。まあ、つまり痩せろってことです。ああ。簡単に言うと。21キロってさては。あ、ごめんなさい。あ、2ドボンで振るってこと？そういうことです。バリだるいやん。やばいやん。いや、振るはマジで死んじゃう可能性あるけど、え、でも年内でいい、年内。あ、まあまあ、それは。年内でいい、はい、それは。今、ならなかっただけの話だから。クリアすればいい。クリアすればいいです。よく聞くわ、このくだり。はいはい、じゃあやってみましょう。お願いしましょう。よーい、スタート。はい。あ、やばい。あ、やばいやばいやばい。あ、終わった。あ、結構きついこれ。結構きつい。はい、わかりました。電話します。一番計算やばそうなのは、1197と1593の最大公約数ってこれできんのかな ?400 の会場はいける気がするな。極限が一番だるそう。うん、極限計算させよう。すんです。あ、もしもし？あの、企画やってんねんけど。え、お前今外？草。それは、ハンデすぎる。お前、マジか。マジかよ、お前。風呂でお前、数学できるお前。このまま電話つなげとくから、ちょっと。なるほど。じゃあ、30分これからディズニーやっとくから。ちょっと待って、じゃあ、言いやすい問題にするわ。OK、お願いします。400の会場の末尾のゼロの数。じゃあ、これ頼むわ、じゃあ。ああ、忘れの病気です。はい。じゃあ、残り俺やっとくわ。はい。よし、1個託したぞ。よし。よし、1個託した。で、やばい、こいつの声でちょっと俺入ってこへん。ちょっと待って。425は、インテグラル、インテグラル2分の1の証拠 3x、で、e の 2x 証拠が、マイナス2分の1インテグラル0から3までの e の 2x 証拠。99! あ、OK! ありがとう。はい、ありがとう。ということで、6番、400の会場の末尾の0の数は、これだからあれですよね、5の数数えればいいんですね。あ、そうですか。これ、あの、できた、これ、なんでこれ頼んじゃったんやろ。これ自分でもできたわ。まあいいや。6番、400の会場の末尾の0の数は100以上ではありません。正解です。よし。
はい、まず1個、はい。で、次。今から積分を真剣にやってます、今。はい、積分を真剣にやってます。マイナス2分の1。ちょっと待って。2分の 1e の 2x 乗 3x 引くことの2分の 1e の 2x 乗 5x でしょ。でそれをもう一回分積分します。あーやば、2分の e の2倍乗足す1になるのかなっていうのがありつつ、だから e の2倍乗足す1を5分の2倍したものになるはず。 e の2倍乗って何？ e って 2.7 ぐらいでしょ。うわ、これ無理や。いや、これを見積もろうと思ったらこれ無理よ。 e の2倍乗足す1、他の問題やるわ。一旦ちょっと待って。6に正解です。やばい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 、マジでやばいやばいやばい。一旦他の問題やります。 3x2 乗プラス 12x 引く15、 x2 乗プラス 4x 引く5になるよね。で、x プラス5と、ちょっと待って、ちょっと待って、さあ、x 引く 5x 足す1になる。で、上がって下がって上がるから、マイナス1に代入すればいいんだ。え、こんなんし。さすがに小さいんじゃない？合ってるよね。これ絶対合わさなあかん問題。これ絶対合わさなあかん問題です、2番は。絶対こんなん100より小さいよね。うん。2番は、100より、極大値合ってるよな。で、3x2 乗プラス 12x15。ちょっと合ってるよな。3x2 乗プラス 12x 引く15で、x プラス 5x マイナス1。あ、マイナス5だ。マイナス5だ。あぶね。危ね。マイナス5ってことはマイナス125足す 25×6、150足す。え、これは超えるもしかして。あ、だからそっかそっか。24に75足すと99。おえ。え、これ絶妙じゃね。あ、でももう一回確認しよう。10分経過。やばいやばいやばい。はい、もう行こう。2番は100より小さいです。つまり100以上ではございません。正解です。よし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 。危ね。次読もう。ちょっと待って、やばすぎるやろこれ。3分の1経過して2個しか正解して、いや最後の方はもうあの怒涛やから。これは an イコール sn-1 って捉えられるんですよ。で、これエグ、なんかうまいこと計算する方法ないかなこれ。ちょっともうちょっと簡単なやつないか。サイコロ3回投げるとき2回以上同じ目が出る場合の数は3回と。2回以上同じ目が出るってことは96通りになるんじゃない？いかんのじゃ。ちょっともう一回計算しよう。これやばいな。怖い怖い怖い。96通り。7番、サイコロを3回投げるとき2回以上同じ目が出る場合の数は100以上ではございません。正解です。はいはいはい、オッケー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 。今14分経過です。やばい。極限無理。極限これ有利化しなあかんもん。あ、でも意外といけるんかこれ。有利化すると、分母にこれ足すこれが出てきて、これの2乗引く2乗は22になるんだな。分母分子 n で割り算すると、22×2 分の9しか残らんのよ。11×9、99。あ、4番、極限の問題、これは、99なので、100以上ではございません。正解です。よし。よし。いいですね、順調。よしよしよし。でもいいペースちゃう比較的。はい、だから15593と11197はこれ割り算するとこれユークリッドの誤助法なんですよ。こんなん分かるわけないねんから。こんなん両方とも9で割り算できるな。まず割ったやつが何なのかを計算します。そっちの方が考えやすい。これ9で割り算できるわ。1133と1177になりました。で、1133は何で割れんねやろこれ。11で割れへんのかな。割れるよねこれ11で。ってことは、1133と1177、1177って言ったっけ、さっき。わ、何言ったか忘れてしまった。やば、1177って言った気がする。ちょ、もう一回、そう、9で割り算、もう一回だけ。1だでしょ ?1177 合ってる。両方とも11で割れる。で、11で割り算すると、103と107になるか。で、103と107は、互いにそうと思っていいよね、さすがに。ってことは99やな、最大公約数。5番、1197と1593の最大公約数はこれ99なので、100以上ではございません。正解です。よし。よっしゃ、ここまで来たぞ。よし、そろそろペンを使いたい。あと12分です。OK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 、いいよ。でも結構頑張ってるよ。いや、ちょっと待って、どの問題でペンを使うかがめっちゃ問題。ちょっとこの三角形の問題考えてみるか。三角形 ABC、三角形 ODE は正三角形で、点 O は円の中心。で、三角形 ODE の面積が10。なるほど。これはできますくて、この半径を R とすると4分のルート3かける A2 乗が10、つまり3分の40ルート3。何倍やねんそれ。 R が3分の40ルート3ということが分かりましたと。はい。で、三角形 OAB に注目したときに、30度、60度、90度の直角三角形ができるんで、R のルート3倍になるんや。ということは、3分の40ルート3をルート3倍すると40になるんかな、ここの長さが。ってことは、一辺の長さが80になるんかな。そんなことある？
1ピロの長さが80になった場合、これ100超えてそうじゃない？あと8分半です。あと8分半。もう一回計算しよう。10で、これかな？時間かかんねん。これかける時間かかんねん。10で、一辺の長さ80の正三角形になるんよ、これ。ということは、なんか計算間違ってても100超えてそう。ちょっと10番一回考えてみよう。図の五角形は、ABCDE で正五角形で、四角形 CDE、あ、なるほど。あと何分？あと6分です。やばすぎるやろ。ちょっと待って、これ正五角形の内角の一つって108度やんな。108度から、ペン使います。はい。3番ゴリ押しタイム入ります。はい。マイナス1でしょ。で、これ A1 でしょ。で、S2 が、これちょっと頭悪いやり方やります。あと5分です。はい。あと4分です。いや。ちょっと待って、4分です。はい。3番なんちゃらかんちゃらの A6 はこれ99になるので100以上ではございません。正解です。よし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 、はい、いきます。10番なんちゃらかんちゃらの角度のあ、こちらは何度か分かりませんが100度は超えてません。正解です。よっしゃよっしゃ、あと1個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 あと3分です。あと3分あと1個。よし、9番はもうこれ100確定。9番は確定で超えてます。1か8ですか。1か8です。これちょっと待って、一辺の長さ、これちょっともう感覚でいくしかないな。9だから3分の4パーある3乗でしょ。で、3分の4パーが大体 4. 点何歩だから、大体100を割り算すると20何歩ぐらい。ってことは半径が 2.7 ぐらいを超えてたら外接球の体積は100超えちゃうよね。正八面体の4に対して外接球の半径が 2.7 より小さいことがあるかってことなんですよ。そんなことあるかっていう話なんですよ。あと1分半です。よし、残り10秒で回答します。で、インテグラル0から π までのこっちは何やっけ何やっけ、4分の 5i イコール2分の e の2倍乗足す1なんよ。だから5分の 2× e の2倍乗足す1なんよ。で、 e の2倍乗が大体何ぼかって話なんですよ、これは。で、5分の2ってことは e の2倍乗足す1が250もあるんかって言ったらなさそうじゃない、さすがに。さっきの正八面体の方が100超えてそうな気がするな、やっぱり。だって正八面体の方って一辺の長さが4に対して半径が 2. 点何歩までじゃないとダメなんよ、100超えないためには。あと30秒。あと30です。1番インテグラル0から π までの e の 2x 乗 3x dx、 こちらは100以上ではございません。残念、ロボンです。いやー、あと1個答えよ。あと1個。じゃあ8番。ハーフマラソン確定したけど。一辺の長さが4の正八面体の外接球の体積。こちらは100以上ではございません。正解です。あーっしゃ。ということで、まあ、9番は100以上なんですけど。これ100以上ですよね。はい。1番も100以上でした。くそ、まあ、これマジむずかったな。いや、残りちょっと時間が。まあ、ということで。ハーフマラソン確定。いやーこれなんか絵は合ってた。このさ、こちら もう書いていい。あ、もう書いていい。これの積分は5分の 2×e の2倍乗足す1ってのは合ってた。5分の1です。あー、なるほど。これ5分の1なんやね。で、 e の倍乗足し、あ、バカだ。 e の倍乗が 21. 点なんぼって知ってたわ俺。そう、それから、いやー、それいけたわ。いや、いけたわ。だから e の倍乗は 21. 点なんぼなんや。 e の倍乗はの整数分は23です。あ、23か。あ、じゃあ間違ってたわ。じゃあ E の π 乗がまあ仮に23って分かってたら、23を2乗すると5で割っても100超えるよねって話に。今500、要は500超えるかどうかが分かればいいんよね。あ、そうですね。まあ、いけたわ。でも23456は99で7が96なんや。合ってる？はい、合ってます。ちなみに10番は分かります。もう10番はほんまに時間なくて何も考えてない。ちょっと待ってな。ちょっと補助線とか引かないと結構難しいと思います。うん、わざすそれは無理や。まあいいや、正攻法はどうかっていう感じなんですか。補助線の位置を教えるとですね、 AC に引いて、はい、FH に引くと ACD と FDH が合同です。ということはこれだから二等辺三角形なのかな。そうですね。で、 FH と DH が同じってことは FH と IH も同じなんですよ。ってことは FIH も二等辺三角形。あ、なるほどなるほど。ってとこまでいけば多分。なるほどね。はい。あの時間では無理です、まあ、そうだと思います。補助線って何やねん。これちなみに答えは何度なんですか。答えは99分です。うまいことできてんな。はい。で、今年の7中の問題です。それは無理です。それは無理です。そんなすぐ出せません。はい。9番が酸素のオリンピックの問題です、う
でも9番やり方合ってたんじゃない？一応これあの正攻法は外側の三角形と円の接してるところで、うん、あの逆三角形作るじゃないですか。その逆三角形って ABC の面積の4分の1で、さらにその半分ずつ線引くと六角形が三角形の2倍の面積で、その六角形の6分の1がこの ODE なんですよ。6倍の2分の1の4倍なんで、まあ結構むずいねそれ。まあ120ってことです。ああなるほど。なんか俺が思ってたと違う。俺多分じゃあ頭での計算どっかで間違ってるわ。ああ分かった。俺が出してたのは R2 乗や。これのルートなんや。120になります。ありました。まあだからたまたまでかい方に働いたから良かったって感じ。あ確かにそうですね。まあでも直感的にも円の中にまず6個入るやんか。もう4つぐらいは入りそうじゃない。でも99とかを出してきてるから99の可能性もあるかなと思ってちょっとちゃんと計算してた。うん。こんな感じでですね、入試も時間制限があります。で、これはまあ数学でいうところの問題に当たりをつけるっていう、まあ、ことがまあ伝わればいいかなと思ってて、要するに、まあ、タイムマネジメントみたいなもんなんですよ、これって。で、パッと見て、おそらくこれはパッと計算できる、パッと計算できないって、実は判断して問題の順番を決めてるんですよ。うん。だからそういう感じで入試もやらないといけない。例えば2番の極大値とかって別に大して難しくない。だから俺何回も検算してるんよ。だから最低限ここで得点しに行こうっていうこの姿勢は皆さんがやってる入試と一緒なものなのかなっていう、あのできるところからやって点を取っていくという感じに関してはどんな試験においても通ずるものがあったかなというふうなことで、ぜひ皆さん何問正解できたか、コメントください、ということで、本日の日曜伝言は編集者の伝言のいじめでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。